食事に毒が入ってたってことですか？まさか殺人事件が起こるなんて。一体誰が犯人なんだ？立ちました！視力回避フラグちゃん！ライトモビル発売中！殺人事件の現場で死亡フラグな行動を取ったらどうなる？ミステリーツアーですか？謎解きイベントみたいなもんだよ。この館で起こる事件の真相を推理するんだ。確かに、こんな山奥のお屋敷、いかにも何か起こりそうです。本格的なんですね。そりゃそうだよ。なんたって参加費10万円だからね。10万円そんなにするんですか？大丈夫大丈夫、犯人を当てればなんと賞金100万円だって。それで元取れるってわけ。ドラネタ向きのなんてやらです。無謀様と死亡フラグ様ですね。お待ちしておりました。どうぞこちらに。皆様お揃いです。ようこそおいでくださいました。私がこの館の主でありミステリーツアーの主催者です。こちらは妻の和代。なるほど、この中に犯人がいるってわけだな。まだ何も起こってないですよ。そして今回のゲストはモブオさん、死亡フラグさんと幌島クリスティーナさんだ。なんだかすごく怪しそうな人がいるんですけど。さすがにわかりやすすぎませんか？晩餐会の準備が整っております。さあ皆さんどうぞ大広間へ。こんな怪しい奴と一緒にいられるか。部屋で一人で過ごしたい。勝ちました。モブオさん、怪しい予感で一人になるのは死亡フラグですよ。そんなこと言ったって。ユリカ大丈夫？うん、ありがとうソータ。ん？すみません。これはこれはずぶ濡れじゃないですか。登山中急に雨に降られちゃって、少しここで待たせてもらえませんか？待つのは構わないが、もう時間も遅い。よければ君たちも泊まっていきなさい。いいんですか？ありがとうございます。俺獅子原草太って言います。水戸ゆりかです。はじめまして。第一の事件。それでは晩餐会を始めましょう。なんだか事件でも起きそうな雰囲気だぜ。もともとそういうイベントですよね。なんだかおごそかな場だね。お二人は大丈夫ですか？濡れたままだと風邪ひいちゃいますよ。あ、そうですよね。ちょっと体拭いてきます。待ってユリカ。え？髪の毛直してあげるから。ありがとうソータ。どうしました？モブオさん勝ちました。死亡フラグです。それ、私のセリフでは。ああやって女の子とイチャイチャする男はすぐ死ぬんだ。俺にはわかる。それは否定しませんが。さてはあの子たち、被害者役で合流してきたんだな。きっと今頃もう。お待たせしました。え、死んでない？どうして死なないんだい？なあ。え？じゃないよ。ことと次第によっては俺の100万円がかかってんだよ。なあ、無謀さん、大人を信用できなくなるような絡み方するのやめてください。晩餐会始まるみたいですよ。おお、すごいごちそう。盛り付けもすっごく綺麗だね。うめえ。ちょっとモブオさん、みっともないですよ。え、何？どういうこと？誰だっけあれ？奥さんの和代さんです。食事に毒が入ってたってことでしょうか？一体誰が犯人なんだ？犯人って、奥さんが殺されたっていうことですか？そんな、まさか殺人事件が起こるなんて。こんなとこ危ないよ。俺部屋に戻る。ソータ、聞きました。殺人現場にいるとき一人で部屋に戻るのは死亡フラグです。今度こそか。あの、そういえば。いや、死なないのかよ。部屋に戻ったんじゃなかったの？っていうか、なんで救急箱？危ないとは思ったんだけど、どうしても気になっちゃって。モブオさん、手見せてください。手？やっぱり怪我してる。あれ、本当だ。さっき俺の肩を掴んだ時に見えたんです。よく気づいたね。さすがソータ。毒物は傷口からも入ってきたりしますから、モブオさんも気をつけてください。ドクドクドク。何この胸のときめき。いつもこんな感じなんですか？そうですね。いつも困った時はすぐにポーチから絆創膏や裁縫道具が出てきたりしてます。なんてこった、これが女子力。え、こんないい子に死んでほしくない。しっかりしてください、モブオさん。第二の事件。モブオさん、朝ですよ、起きてください。モブオさんってば。うわー、2人目の犠
誰だっけこの人。またそれですか。執事長の二見さんですよ。私たちがこの部屋に来たら倒れていたんです。まさかこんなことって。今度の凶器はナイフ、死因は失血死で、犯行時刻は深夜となると誰にでも犯行のチャンスはあったと。本当不安ですよね。獅子原くんっていうか誰その美人、あんな人いた。え、黒島さん犯人を見たんですか。黒島さんってあのめちゃくちゃ怪しかったやつじゃん。なんか二人で出ていくけど。出しました。犯人っぽい人と二人きりになるのは死亡フラグです。死亡フラグ、危ない。獅子原くん、おいでまた死なないのかよ。黒島さんの使ってる化粧水のサンプルもらっちゃった。ユリカ使う。あの短時間でよく仲良くなれたね。あの人どうなってるんですか。フラグを回収する暇もありません。俺もわからない。何なんだこの子は。おい、すぐ旦那様に知らせろ。今度は何ですか。行ってみよう。黒島さんが。そんな、さっきまで一緒にいたのに。鍵のかかった地下室で殺されていたそうです。第三の殺人だ。黒島は獅子原くんと二人きりになってる時にやられてしまったのか。まさかあの二人がこれまでの事件を起こしてるのか。となると次に狙われるのはフラグちゃん。私ですか。だって弱そうだし。野望さんの方が罠とかに引っかかりそうです。いずれにしてもこれ以上はやらせない。フラグちゃんは俺が守る。野望さん、犯人の好きになんかさせてたまるか。うおー、ん、野望さん決着。痛い痛い痛い。野望さん落ち着いてください。俺が犯人ってどういうことですか。あはー、可愛い顔して力すっごい。くそ、逃げろフラグちゃん。犯人め、野望さんを離してください。このこの、なんだろうこの状況。仕方ない、一時休戦だ。戦いだったの。さあ。だが今ので分かった、全ての事件の真相が。みんなを集めてくれ。謎は全て解けた。和代さんが毒殺された第一の事件、同じ料理を食べた俺たちは死ななかった。つまり毒は食事に入ってたんじゃない。この各自の前にあるなんかあの水入ってるやつに入ってたんだ。フィンガーボールですね。そう、それ。犯行が可能だったのはフィンガーボールを用意できる人物、そんなの執事の二見さんだけだ。しかし二見さんは第二の事件で犠牲になった。俺が見たところによると二見さんのナイフは傷からして左利きの人間が刺したものだ。そうなんですか。でもこの屋敷に左利きの人間なんていましたっけ。そう、左利きの人物はいない。執事の二見さんを除いてね。二見さん左利きだったの。多分。多分、つまり彼は自殺したんだ。そして最後、密室で殺島クリスティーナさんが死んでいた。密室を開けられる合鍵を持っているのは主催者さん、あなただけ。ということは、そう、この一連の事件は全て別々の殺人事件だったんだ。ちょっと雑ですけど、それっぽいです。モボーさん、ここに来るにあたって古今東西の探偵漫画を読みまくったからね。そんなにわか知識でそこまで堂々と。どうです。残念、外れだ。そんな君には期待していたんだ。無謀さん、まだ落ち込んでるんですか。っていうか、あの推理そんなに自信あったんですね。そろそろ元気出してくださいよ。返事がないですね。まったくいい大人が拗ねちゃって。開けますよ。無謀さん、ライトノベル発売中。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。